今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。たくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は朝倉のリタにやってきました。今からランチです。ここに土佐道路から入ったところに駐車場が7台分ですか。さらに店頭に3台分ありますね。はい、インド料理リタ。時間短縮のお知らせ。ナマステランチ980円、選べるランチ1280円。これはテイクアウトメニューですね。私はチーズナンラッツですね。ない？あるじゃん。これです。はい。私はチーズナンカレーの15倍にしました。はい、チーズナン。チーズたっぷりです。それは日替わりですね。日替わりはエビカレーで、それは15倍にしたそうです。ではいただきます。食後はチャイを頼みました。はい、たっぷり。はい、たっぷりです。チャイは砂糖を入れる。あ、やばし。しちょっと入れるのかもしれないの。ちょっとじゃなくて結構たっぷり入れたんだけど。土佐市の塚地峠にやってきました。ここを出発して歩いていきます。まずそこにトイレがあるのでトイレを利用します。まあ綺麗ですよね。和式ですが水洗です。ここは遍路道でして、昇龍寺へ抜けるところですね。現在地がここです。でずっと宇佐の方へ抜けて昇龍寺36番札所の方へ行くルートです。車はこのトンネルを抜けていくんですけどね。はい、いろいろね、はい、あるんですよね。磨崖仏とかね。はい、では出発します。今日は行かないです。今日は峠まで行って展望台上がってそのまま U ターンして帰ってくる予定です。でここはカツオ街道って言われたんですよね。この宇佐で採れたカツオを運んで行った暮らしの道だったと。カツオの道でしょ。あ、ここカツオと石、宇佐のカツオ、初ガツオを運んだと。ここにご自由にお使いの杖が用意されています。現在地から昇龍寺までですね、7キロぐらいですか。
非常に整備された歩きやすい道です。遍路道まだまだ続きます。あと 200m。 頑張ろう。八色町生息地。八色町は高知県の鳥ですね。県庁になってます。はい、塚地峠到着です。ここを下っていくと宇佐の町ですね。はい、今ここで降りていくんですが、我々この大峠展望台の方へ進みます。手あり石、手あり。ではこれを登っていきます。展望台到着です。はあ、はい、ここから宇佐の港がきれいに見えてます。あ、疲れた。はい、2番目の展望所まで来ました。ここのベンチが増えてますね。前1個だけだったのに、なんかいっぱいベンチ作ってくれてます。はい、まあここからの眺めさっきのと一緒なんですけどね。でもベンチの数が多いね。そう、ベンチの数がすごく増えてびっくりでした。ねえ、お猫さんもこっちの方は来ないの？来ないね。これはやっぱりハイキングの団体さん用ですね。あの前ここ歩いた時にハイキングの団体さんとすれ違ったんですよね。だから割とたくさんの団体さんが来るんじゃないですか。そっちじゃないよ、こっちだよ。はい、分岐点まで来ました。大峠まで 300m です。はい、この上へ行く道ですね。はい、大峠の展望台上り口まで歩いてきました。あそこにあるのがトイレですね。で、ずっとこの斜道を行くこともできるんですが、階段がついてるので階段を上がります。この階段がなかなか手強いです。はい、大峠展望台到着です。そう、いや、今日は室戸岬も綺麗に見えてますよ。あ、ほら、あれはあの三連の方じゃない？はい、三連見えてる？あれ三連じゃない？あ、そうだ、雪山三連ですね。徳島県の一部地域では三船と言っている山ですね。はい、徳島県の一部地域で三船と呼ばれている。あ、あれは石津ですね。関節してますね。はい、では山頂で冬のハイキングの楽しみ、みかんターンへまで。今日はこれは何ですか？これも本館ですか？本館です。はい、ではいただきます。みかんも食べ終わったので下山しようと思います。怒っています。塚地峠まで戻ってきました。はい、塚地峠では元の駐車場の方に戻ります。駐車場まで戻ってきました。ここまでで77分、 3.59 キロ、標高差276メートルでした。ちょっと山頂は寒かったんですけれども、関節している石地さんとかサンデーとかが見えて、まあ来たかいありましたね。それではまた。
あそこ水車が待っています。